こんにちは。今日は、久しぶりにビーズを使ってみようと思います。ダイソーさんでこういうビーズを見つけました。で、ね、メロンビーズツートンカラーというのとボタンカットビーズピンク系、新しい商品かなと思います。はい、こちらを使って指輪をね作っていきたいと思います。まずこちらのねメロンビーズという、はい、形の方がこうボコボコして、かぼちゃのようなメロンのようなね形になっています。はい、このビーズを、使ってまずねこのお花のビーズを作りたいと思います。そして後でまた こちらのねボタンカットビーズ、こういう形のビーズですね。はい、ちょうどねアジサイのお花のように見えて可愛いと思いますね。こちらを使って作っていきたいと思います。はい、まずそしたらこちらからねやっていきたいと思います。はい、材料です。はい、今言ったこのね、ツートンカラーのブルー系ってなってるので、もしかしたら他の色があるのかもしれませんね。こちらの中から4つ使います。この中にも、ちょっと2種類ね入ってますね。この色味とちょっとこの薄い色味とね入ってますね。画心のビーズですね。これは、同じくダイソーさんのパール調ビーズということで、4ミリのビーズになりますね。これを1粒使います。そしてこのリング部分ですね。ここは、これはちょっと別のビーズなんですけれど、今回はこのビーズ、これが丸大ビーズというんですけれど、こちらはこれ、ね、丸大と書いてありますね。これは、100円ショップのキャンドゥさんの、ビーズになります。こちらを使おうと思います。こちら丸大ビーズは手芸屋さんにも、売っていますのでね、こういう形になりますね。グラスビーズの丸大、ここね、はい、こういう形か、またこういう入れ物にでも売ってますね。これはちょっと、丸大っていうふうに書いてないんですけれど、この辺の数字で8/0、こうね、もしかしたらこういう表示がされてるかもしれません。これが丸大ビーズになっています。はい、これを使って編んでいきますね。はい、そしてテグスの方は3号を使います。これはちょっと2号って書いてあるんですけれど、こういう形の形状で3号のものがありますので、はい、3号って書いてるやつね、これはちょっとでっかいやつですけれど、3号、ね、3号を使います。ここが編み始めになります。丸大ビーズ、これを5個通しますね。はい、そして左右にメロンビーズを1つずつ通してパールビーズで交差をします。そして新たにまた、メロンビーズを2つ左右に通して、丸大ビーズを2個左右に通して新たな1個で交差、これだけでこのお花が作れることになります。そして、リング部分は、左右に1個1個通して新たなビーズで交差、一つ一つ通して新たなビーズで交差をずっと編んでここへ戻ってきます。はい、そして、左右に1つずつ通して編み始めの真ん中のビーズにこう交差をするように入れて、そしてこうぐるっとねこの辺りを通して、糸が出会ったところで結ぶという形になります。リングの部分が、1つ1つで交差、1つ1つ入れて交差っていう風にしているんですけれど、ちょっとガタガタでこぼこしますしやすくなっていますので、この隙間に1つずつ別のビーズを通すとこういう形になります。はい、ね、こういう形になります。またね、ちゃんと後でね実際しますので、そしたらこの指輪をね作っていきたいと思います。はい、そしたらこのビーズの中、2種類入ってましたので、こちらの薄い方を使っていきたいと思います。これを乗っけますね。これはこの見本で作ったこのビーズになります。はい、こちらのビーズを使います。パールビーズが1つに、はい、そして、丸大ビーズをこちらに入れています。はい、まずテグスにこの丸大ビーズを5個入れます。2、3、4、5、はい、5個入れますね。はい、こういう形です。そしてテグスの左右にこの
メロンビーズですね。これを一つずつ入れます。こちら側とこちら側に入れます。そしたらこういう形になりますね。丸大ビーズの両端にこの、メロンビーズを入れたところです。ちょっとこのトレイのままではねビーズが見にくいのでここへね、開けました。はい、そしたらここでこのパールビーズを入れますね。はい、そしたらこのビーズで交差をします。交差というのは今このビーズの下から上に向かってテグスが通っていますね。それを反対側の上から下に向かって通します。こうですね。そしたらテグスがこのパールビーズの中で、ね、交差したことになりますね。はい、バッテンになってますね。はい、それをずっと引っ張っていきます。はい、こういう形で、糸が中心からずれてると思いますので糸端をテグスの端を揃えてグッと真ん中にねやってあげてください。今でしたらビーズがね動きますのでこういう形にします。はい、そしたら左右のテグスにこのメロンビーズを入れていきます。こちらとこちらに一つずつ入れますね。この、丸大ビーズをこちらに 2個、そして反対側にも2個入れます。2個ずつ入りました。そしたらこれを新しいビーズで交差させます。下から通して反対側のビー、テグスの先をこのビーズの上から通します。でクロスをさせてこれを引っ張っていきます。はい、そしたらこういう形になります。これで真ん中のお花が作れたことになりますね。はい、ここから、リングの部分を作っていきます。左右に一つずつ入れて、はい、そして新たなビーズ一つで交差をします。はい、下から通して反対側のテグスの先を上から通します。こういう形を繰り返していきます。一つずつ通して新たなビーズで交差。はい、これをずっとね、指の太さどの指でもいいので、お好みの指の太さまでこれを続けていきます。はい、好みの長さまでいったらこの交差のビーズを外します。そしてこの編み始めの5個のビーズの真ん中ここね、これに右側からとこちらね、こちらはこっちから左側から通してテグスを締めますね。はい、そしたら輪っかになります。はい、そしてもう一度、ビーズを通すこともできますね。はい、この状態から進めていきたいと思います。はい、このビーズを通していきたいと思います。これで交差になってますのでここを1回通します。ここに通して、そして新たなビーズを通して
ここへ入れます。こういう形でこの隙間にねビーズを入れていくようにします。ここ一粒すくいますね。ここに入っていきますね。一粒入れて、ここへ通す。ここのやり方は以前に指輪を作ってる動画がありますので、はい、そちらの方もまたね参考にしてください。はい、リンクをね、説明欄に貼っておきます。通して、ここ、こういう形でね間に一粒ずつ入っていくと、落ち着くと思います。別にこれしなくてもね全然大丈夫ですのでですね、はい、反対側も同じようにしていきます。今ここから出ていますので、ここに一旦テグスを通して、そしてビーズをすくって、ここですね、これで最後ね、最後のところまでいきます。はい、そしたら最後のところになりますね。はい、ここにビーズを入れて最後のビーズに通します。そしたらこんな感じになってますね。はい、でこれを結ぶんですけれど、ここの場所では今ね結べませんので、はい、この大きいビーズの根元のところで結びたいと思います。このビーズに、これね、ここの真ん中のビーズですね、ここに通してこちら側へ出します。はい、反対側のテグスもここへ通して、今ここに通ってますので、このビーズを通して今ここまで通りましたね。ここね、ここまで通ったのでそのまま出します。そしてこのビーズと出会わなければいけないので、こっちをここを通しますね。もう通せるところでいいですので、ここへ通して、そしてこの真ん中のビーズも、はい、通して、これで結べますので、ここで結びますね。はいはい、最初は1回結びをします。ギュッとここね、はい、そして次は2回絡めます。1回2回、こういう風にして、そしてギュッと固く結びます。はい、そしてこの結び目をこの大きいビーズもうこのね丸、パールのビーズには通らないと思いますので、この大きなビーズここに入れますね。はい、そして今こう固まっているのをぐっと引っ張ってビーズの中に、ね、入れ込んでしまいます。そしたら結び目がね見えなくなりますね。はいはい、そしてギリギリでここをカットします。これで出来上がりになります。大きなビーズがね、存在感があって可愛いと思います。これではね、あまりにも子供向け
の、指輪になりますので、こういう形で、これはスワロフスキーの5ミリを使っています。ビーズをね、変えると大人の方でもね、使えるかなと思います。はい、こういう感じ。ここはあの丸小ビーズです、これね。で、ここは、スワロフスキーの5ミリを使っています。で、真ん中の花芯の部分はこの、外側のビーズと同じものを使っています。こういう形、これはこんな感じ、こんな感じ、はい、ちょっとね、可愛いと思いますので、よかったら、はい、あのお家にいるね、時間があの長いと思いますので、子どもさんと一緒に作ってください。はい、ありがとうございました。